演技の被害者5選。1800年前、後漢末期から秦の成立までを記した歴史書であり、正史とも呼ばれる三国志。その三国志をベースにして、厳密な歴史考証のもとにドラマティックな脚色を加えて明代に成立した歴史小説、三国志演義。義を正当とみなす正史に対して、職を正義とみなす演義では、脚色の段階で活躍が盛られる人物もいれば、その逆の人物もいました。特に正史での活躍がなかったことにされたり、極端に悪者として描かれるなど、俗に言う演技被害者の会と呼ばれるようなひどい扱いをされる人物は少なくありません。今回はそんな演技被害者の会の人物を5人ご紹介したいと思います。名ばかり大将軍の元肉屋家臣。最初にご紹介するのは、三国志序盤のキーパーソン、家臣です。家臣は肉屋を営む庶民でしたが、美貌の妹が霊帝の妃に見初められて大出世した人物です。家臣は大将軍として、黄巾党討伐を任されて任務を全うしますが、その後に宮中の宦官勢力との戦争に明け暮れ、宦官の暴力によって命を落とします。そんな家臣ですが、演技での描かれ方はあまりいいものではありません。元は庶民で家柄も良くない家臣ですが、妹の七光で大将軍に抜擢されます。しかし、政治も軍事も素人である家臣は、とても大将軍なんて器ではありません。任務はベテラン将軍に任せきりで、本人には何の実力もないのです。妹である加工号の言いなりで言動に一貫性がなく、部下には威張っているような典型的な無能上司のように描かれます。将軍、朝廷を腐敗させまた将軍のお命すら狙っている宦官どもは即刻粛清すべきです。うむ、そうだな、お前の言う通りだ。あら、何をおっしゃいますの。私たち兄弟が風紀な身分になれたのは宦官たちのおかげ。粛清だなんてお許しになって。おお、それもそうだな、皇后陛下のおっしゃる通りだ。しかし宦官は必ずや災いを生みます。黙れ、もう決めたことなのだ、つべこべ言うでないわ。このような優柔不断な態度も当たり前です。有能な部下からの諫言も一切聞き入れませんでした。そうこうしているうちに宦官の術中にはまり殺害されてしまうのです。嫌われる要素があまりに多く、家臣の物語の中での立場はよくありません。しかし史実の家臣はというと成り上がり者に違いありませんが、大将軍の責務を果たし、部下からも慕われた実績のある武官です。演技で描かれるような無能で傲慢な人物ではありませんでした。メンタル激弱おじさん、王老。王老は義に仕えた文官です。元は会計大使でしたが、早々に出仕することになり、その後は宗妃宗英の代と義の家臣として生涯を全うします。演技での王老は引き立て役の鏡みたいな人物です。江東の孫策が勢力を拡大してきた頃、領地の近い王老は孫策と一戦構えることになります。しかし孫策の傭兵にはかなわず、コテンパンに負けて城にも戻らずどこかへ逃げ去ってしまいました。まさに孫策の完全勝利を演出するかませ犬です。その後、王老は早々に出仕することになり、孫策とのことが嘘みたいに大出世を遂げます。そして諸葛亮が義に向けて北伐を開始して間もなく、王老にとって一番の見せ場が訪れました。大都督である宗信の軍に軍師として抜擢された王老は、鬼山の地で諸葛亮とまみれ、たくさんの将兵が見守る中激論を交わすこととなるのです。王老は言葉を交わせばたちまち諸葛亮は礼儀を正して降伏するだろうと自信満々。黄巾の乱が起こってこの方、天下は大いに乱れ、有象無象が英雄などともてはやされのさばった。しかし我らが曹操様、そして宗妃様の正しい統治はどうだ。天下を案じるに足りるだろう。さよう。
確かに天下は大いに乱れた。しかもその混乱に乗じて朝廷を牛耳った連中は残忍で卑屈で私欲に走るデクノボばかり。故に民草はなお苦しめられた。宋一族みたいな関心の手によってな。何を、宋妃様は行春の孤児に倣って正当に帝位を譲られたのだ。お前たちこそ国の安定を損なうヤクザ者ではないか。私はお前の出自を知っているぞ。先祖代々漢王室に仕えた身だというのに、いざとなったら皇帝陛下を見捨ててよりにもよって曹操のような漢族になびくとは。恥を知れ。が激論の最中、諸葛亮に論破された王朗は怒りのあまりに胸が仕えてそっとうし、そのまま事切れましたと、このように見事に孫策と諸葛亮の踏み台にされている王朗。しかし史実では演技に描かれているような小物ではなく、義で対戦した大人物です。孫策を戦で苦戦させ、同時代の人間からもその人格と学識で高い評価を受けています。史実の功績を横取りされた男、宗信。宗信は義の皇族ながら武将も務め、主に北伐の防衛戦で活躍した人物です。王朗のお話でも少し出てきた宗信ですが、彼もやはり演技では他人の引き立て役でした。第一次北伐では諸葛亮の罠にかかり、同士討ちをする羽目になり大敗。この時は芝居の外邸で馬謖を破り、諸軍が撤退したため命拾いします。続く第二次北伐でも脅威の策にはまって危うく死にかけました。そして極めつけは第三次北伐の際に芝居と交わしたとある賭けです。赤飯の地に進軍してきた諸軍を義軍が迎撃したこの戦い、両軍布陣したはいいものの、長雨続きでどちらも動けずにいました。全く動く素振りを見せない諸軍を前にして宗信はこう言います。この長雨だ、敵は動けないに違いない。いえ、敵は我らの伏兵を恐れているのです。10日のうちに必ずや動きを見せましょう。そんなはずがあるか、絶対に諸軍は動かない、まして10日以内になどありえんな。そんなに信じられないならかけますか。もし諸軍が動かなければ、私は化粧をして女装した上その姿を晒しましょう。よし、それなら俺はもし10日以内に動いたならば、陛下から賜った玉体と馬をお前に渡そう。こうして賭けは成立し、7日ほどが過ぎます。平穏に見えて宗信は油断しきり、芝居の陣に異常なしとまで連絡しますが、ここで諸軍の奇襲工作が炸裂。芝居の救援で一命は取り留めますが、宗信の放った連絡がきっかけで芝居は諸の作戦のすべてを悟っていたと知り大ショック。宗信は芝居との才覚の違いを痛感して病に伏せり、北伐防衛の総大将は芝居に譲って身を引くのでした。このようにいいところが全くない宗信ですが、史実の彼は大変有能な名将で、北伐の防衛成功は彼のおかげといって差し支えありません。宗信の功績の多くが演技では芝居のものになっており、かなり不憫な役回りです。泣く子も黙る最強武将、張良。張良はもともと董卓呂布に仕えていましたが、最後は曹操に従った武将です。義の五将軍に名を連ねるほどの指折りの猛将でした。そんな張良ですが、その活躍で有名なのは合肥の戦いです。義と呉の国境近い合肥城を守るのは張良、学信、李典の三将でした。しかしこの三人は不仲であり、連携に支障をきたしていました。そんな折、呉から10万の兵を率いて孫権自ら攻めてきたのです。義軍には10万を迎え撃つほどの兵力はありませんが、曹操から送られてきた手紙には、張良と李典は撃って出て戦い、学信は守りを固めよと書かれていました。ここに来て3人は、我らこれまで不仲であったが、今はまさに国の一大事。うむ、さすがに今回ばかりは力を合わせねば乗り越えられまい。支援は一度脇に置き、ここは存分に合力し戦おうではないか。
と呉の大軍相手の戦を決意します。長領は800人の精鋭を率い、将軍の身でありながら自ら先鋒に立ち、孫権軍に突撃。敵兵を数十人、将の首を2つも切り飛ばし、総大将孫権に迫りました。一度は交代する孫権軍でしたが、長領が貨幣と見るや数を頼んで包囲します。すると長領は大げさに左右を指さしたかと思いきや、意表をついて包囲する敵を正面突破して振り切りました。しかも包囲に取り残されている部下を見つけるや、長領は再度敵陣に突撃、部下を救出して再び包囲を突破して走り抜けるのでした。その後長領は半日にわたって戦い抜きましたが、奮闘の甲斐あり防衛に成功します。人間離れした天下無双の大活躍、これは逆に演技に優遇されているのではと思いますよね。実はこの話、創作ではなく正史三国志にある史実なのです。演技ではこの無双っぷりが丸々削除されています。武勇譚は演技の方が盛られがちではあるのですが、史実の方がやばいという稀有な例の一つが長領なのでした。仕立て上げられた裏切り者、義援。義援は職に仕えた武将で建国に尽力した功臣です。人材面でも先細りしていく末期の職において貴重な歴戦の猛将でした。演技の義援は登場当初から実に丁寧に裏切り者として描写されています。赤壁の戦いの後に慶州平定を狙った劉備は長沙を攻めました。この長沙の大使は勸玄という人物だったのですが、義援は元は彼の部下でした。しかし義援はあろうことか勸玄を切り捨て劉備を長沙城に引き入れます。こうして劉備との面会が叶った義援ですが、諸葛亮はいい顔をしません。義援殿、今回の内容誠にかたじけない。いえ、拙者としても大徳との評判高い劉備様に仕えられるなど夢のようでござる。うん、時に義援殿、勸玄はあなたの主人であったはず。なぜそれを裏切ってまで我らを引き入れたのですか？奴は簡単に人を殺し、多くの人間に恨まれております。領民の評判も悪うございまして。一日でも六をはめば主人は命がけで守らなければならないはず。それを簡単に裏切るなど。劉備殿、こやつめは必ず災いをもたらしましょう。ここで処断するが賢明かと。孔明、そういうな。私は彼を信じよう。こうして劉備の取りなしでなんとか幕下に加わった義援ですが、諸葛亮との関係にはしこりが残ったままです。劉備亡き後、北伐が始まったあたりから義援の雲行きは怪しくなります。命令違反、残言、大っぴらに諸葛亮の悪口を言うなど、読者からの印象が悪くなる行動を連発。しまいには職に反逆して散脱することすら画策しますが、諸葛亮の威名を帯びていた馬隊に背中から切られて、裏切り者の汚名をかぶったまま生涯を終えるのです。このように演技での義援は裏切り者であることと諸葛亮との不仲が強調されています。ただ史実での義援は実は明確な反逆行為はしていません。謀反する気はなかったと三国志著者の陳寿も明言しているのです。事実を誇張して書かれた義援、嫌われ者の役目を負わされてしまいました。以上、演技の被害者5選を紹介しました。今回ご紹介した他にも演技被害者の会の会員はたくさん存在します。正史では名前くらいしか出てこないのに、演技ではなぜか悪者にされている人物なども挙げるとキリがありません。義援のお話に出てきた勸玄なんかもさりげなくそんな感じだったりします。以前に皆さんに参加いただいたアンケートでは、最も多くの人が被害者だと思ったのは義援でした。いただいたコメントでは、周瑜や露宿も被害者の声が多かったです。あとは劉備のイメージが正史と演技で違いすぎだったり、曹操も演技で悪者にされていることを考えると、最も被害を受けているといった意見をいただきました。
他にも被害者を知っている方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。当時のもののふの気持ちになって物事を推測する。今後も三国志の世界を生きた英雄たちの物語を紹介していきます。このチャンネルを応援いただける皆様、高評価、チャンネル登録をお願いします。また皆さんのご意見や感想もコメントでいただけると励みになります。それではまた、再见。